ロイ・トーマス・ベーカーは英国の音楽プロデューサー、作曲家、編曲家、レコーディングアカデミーの理事である。1970年代から主にポップストロックの分野で活躍している。ベーカーは14歳の時、デッカレコードでキャリアを始めた。その後、音楽プロデューサーのガス・ダッチオンの影響で、すぐにトライデントスタジオに移り、ダッチョン、トニー・ビスコンティ、ミック・ジャガー、 キース・リチャーズ、フランク・ザッパ、ローリング・ストーンズ、デビット・ボーイ、ザ・フー、ガソリン、ナザレス、サンタナ、マザーズ・オブ・インベンション、B、バップ・デラックス、フリー、ティーレックスらと作業した。ネプチューンを共同設立した後、ベーカーはロックバンドのクイーンと出会った。彼は、クイーンのアルバム、戦慄の王女、クイーン2、シアーハート・アタック、オペラ座の夜、 ジャズの5タイトルをプロデュースし、彼らの最大のヒットソングの一つである、ボヘミアン・ラプソディに対するグラミー賞と、ギネス世界記録を含む、数多くの賞を受賞している。ベーカーは、クイーンや他のアーティストとの成功に続き、CBS ・ミュージックとマルチアルバム制作契約を結んだ。その後、彼は米国に移り、ニューヨークとロサンゼルスに、RTB オーディオビジュアルプロダクションのオフィスを、 設立した。この時、新しい CBS との契約に基づき、RTB は、ジャーニー、スターキャッスル、レジーナイトン、イアンハンター、ロムウッドをプロデュースした。ベーカーはまたこの時、エレクトラレコードに、ボストンの学校の体育館でのパフォーマンスを見るよう、促された後、カーズと4枚のアルバムをプロデュースすることを約束した。アルバムは、プラチナ認定を受け、カーズは、 グラビー賞にノミネートされた。彼は管理職、またはプロデューサーとして、エレクトラの A&R における SVP の役職をオファーされた。つまり、クイーンやカーズとも仕事を続けながら、ザワールド、リンジー・バッキンガム、モトリー・クルー、ジョーリン・ターナー、ジョシー・コットン、独権のプロデュースも受け持つことになったのだ。SVP 在任中、エレクトラはメタリカ、シンプリー・レッド、 イエロー、ピーター・シリング、ザ・ワールド、一万マニアックスとも契約した。ベーカーは、アーティストのガンズ・ローゼズ、アリス・クーパー、ホリナー、パイロット、オジー・オズボーン、ディーボ、ストラングラーズ、ダスティ・スプリング・フィールド、トゥ・パウ、チープ・トリック、ルイス・ヒューレートも作業している。2005年、ザ・ダークネスのアルバム、ワンウェイ・チケット・トゥ・ヘル・アンドバックを、 2007年には、スマッシング・パンプキンズのサイトガイスト。2008年には、ストームのウェンザストームミ o ツザグラウンドスマッシング・パンプキンズの EP、アメリカンゴシック。2011年には、ワン・カルマのライフ e ットインザウェイをプロデュースした。彼はまた、パリで、アルバムに収録されることがなかったセッションに取り組んで、以来、35年ぶりにイエスとの再会を果たし、2014年に、 アルバム、ヘブンアースをプロデュースしている。ベーカーは、ロサンゼルス、ヨーロッパ、アリゾナにある、RTB スタジオデュラックで生活している。彼は、エンターテインメントエグゼクティブ及び、女優のテレリブラのベーカーと結婚している。ロイ・トーマス・ベーカーによるプロデュース、ありがとうございます。